ラに近づいて大好き、愛してると可愛く言ってみてくださいと。可愛くまでがっつり指定が入っていますので、もうテイストはもう可愛い感じですね。それでいきますよ。せーの。大好き、愛してる、大好き、愛してる、もっと言ってほしいの、大好きだよ、愛してる、もう大好きだよ、愛してる、大好き、愛してる。これで最後だからね。いくよ、ちゃんと聞いててね。大好き、ずっと愛してる。どうですかね、結構頑張った。はい、以上です。テレビコマーシャルでデリケートゾーンが痒いと言っていました。痒いのですか？痒くないでしょう。痒くないでしょう、普通は。テレビコマーシャルは、デリケートゾーンが痒い時に使ってくださいみたいな、そういう話なんだと思うんですよ。常日頃は、女性はデリケートゾーンは別に痒くはないです。痒くなる時は、まあ、汗もになってしまった時、その下着とかがね、夏場とか、汗もになってしまった時、あとは、これ性病とかじゃなくて、こう、体のね、常在菌のバランスが崩れた時に、あそこを守っている菌が悪玉菌にやられて起きるんですけど、カンジダ膣炎って言って、それがその悪玉菌の作用であそこが痒くなるっていうものがあります。これ私、2、3回なったことがあるんですけど、これも結構ね、痒いですね。どういう痒みなのかと、患部はどのような状態になってしまうのか。そうですね。どれほどの痒みなのかは、その2、3回なった中で、めっちゃ痒くてもうね、無意識に痒いちゃうぐらいひどくなった時が一回ありますね。婦人科に行くのが怖くて、行かなくてほっといたらひどくなってそういう状態になったんですけど、まあでも、婦人科に行ってすぐお薬もらったらもうほんとね、一瞬で治りましたよ。どういう状態になるかっていうと、常在菌が死んだ、なんか死骸らしいんですけど、織物が白いボソボソに変わるんですよね。白いボソボソ。で、そういう織物の変化みたいなのはあります。皮膚は別に変わらないんじゃないかな。まあ、その、描いたりなんかすれば赤くなったりすると思うんですけど、あんまりまじまじと見てないですけど、変わってないと思います。はい。痒いときは本当になんかもう痒くて痒くて仕方ないぐらいなんですけど、ひどくならないうちにね、病院に行けば全然我慢できるぐらいの痒みで、収まるかなと思います。人によると思いますけどね。とにかく、デリケートゾーンは日頃は痒くないです。痒いときはそういうお肌トラブルとかがあったときです。はい。というわけで、女子部屋でした。あやのとお友達になってくださる方、チャンネル登録お願いします。あと質問もね、お待ちしております。